スピリアを育てる。 初めてだよ。よーし、今日は我らが海の神羽根クジラ様のご機嫌も上々だ。出航準備はできてんだろうね。もう少しであります、サンゴ船長。急ぎな。ぐずぐずしてると海より先にあたいの機嫌が荒れるよ。 はい、マン。シング、船着き場の船員に話しかけりゃこの船に乗れるはずだぜ。よーし、オールドマイン大陸に向けてガンドコ行こう。
報告。散々探し回ったけど、隊長は見つかりませんでした。でした。隊長なら、かなり北方の町で私が発見して連れ戻した。今はこの先の村でお休みのところだ。はあ？もう、あの人は毎回一人で勝手に動いて。チームワークって言葉の意味、理解してるのかね？お前が言うな。よーし、今回は一人も客を海に落とせなかったな。上出来だぞ、野郎ども。何が上出来だ。冗談じゃねえ。ひでえ船旅だった。船長さん、テイとエストレイガってどっちの方角？ああ、テイとならここから南東だ。おかじゃ、たちの悪いレスピル病が流行ってるらしいぜ。せいぜい気ぃつけな。さ、降りるよ、コアク。なんだよベリル、危ないだろ。海にでも落ちた方が、のぼせたシングの頭は冷めるんじゃないの？たか、仲がいいんだか悪いんだか。くだらねえじゃれ合いしてねえで、南東のエストレーガに向かおうぜ。中央大陸オールドマインは、その名の通り、テイとエストレイガの存在する世界の中心地だ。気をつけろよ、田舎者面さらしてっと、あっという間に騙されて鼻毛までむしられるぞ。うん、分かったよ。でも田舎者面ってどんな顔なの？うん、知ってるかシング、テイとエストレイガにはな、世界中のごちそうを集めたワールド食いしん坊ランドがあるって話だぜ。ワールド食いしん坊ランド？テイトにはそんな楽しそうなランドがあるのか。それだ、今のてめえの顔が田舎者面ってやつだよ。ジョージャ、それ何食ってんだ？味噌をつけたキュウリ。キュウリにお味噌？へえ、意外に琥珀渋い好みだね。琥珀は味噌が好きでな、マイ味噌を持ち歩いて何にでもつけて食べちまうんだ。バナナ
にお味噌をつけて食べてる。ガク、好きなものくらい自由に食べさせてやりたいが、口の周りが味噌だらけだぞ。うん。琥珀の味覚って渋いっていうよりちょっと変？ちょっとじゃねえよ、思いっきりおかしいだろ。琥珀、肖像画を描いてあげるから動かないでね。うん、改めて見ると琥珀ってほんと可愛いな。だけど完璧すぎるのも芸術的じゃないよ。琥珀、ちょっと小指を鼻の穴に突っ込んで歯をむきーってしてみて。うん。何してんだよこのひねくれ絵描き。琥珀で遊ぶんじゃねえ。せっかく琥珀の新しい魅力を引き出そうとしてたのに。嘘つけよてめえ、明らかに目が笑ってたろ。やっぱり琥珀で遊んでたんじゃねえかこの野郎。大きい。邪魔すんなら容赦しねえ。よっしゃ、もっと強くなってやる。火事じゃない。なんだこれ、お湯がこんなに溜めてある。はあ、こりゃたまげた。あんたたち一体どこから来なさった。まさか温泉も知らん物知らずがおるとは。
いやいや、それはこいつだけです。え、だってシーブル村にはこんなのないし。琥珀とガラドは知ってた？ま、俺は旅が長いからな。温泉、地下から湧き出すお湯、病気や怪我に効くのもある。ガーン。知らないのは俺だけ。温泉玉も人肌のお湯で育つ作物、身はとろっと半熟で栄養満点。おお、お嬢ちゃん詳しいね。この村に久しぶりにお客さんが戻ってくれて嬉しいよ。ゆっくりしていってくだされ。またお風呂を覗いたわね。ごめんなさいお客さん、あの子たち外で遊べるようになったのが嬉しくって、つい。へん、ぺったんこのサーシャ姉ちゃんなんか覗いても面白くないよ。で、なんですって？半熟の温泉玉もまみれてベタベタだ。ああ、ちょうどいいよ琥珀、温泉入っていこうか。こんな可憐な乙女が二人、玉もまみれのベタベタでいいわけないもんね。温泉はお風呂。うわわ、琥珀ストップ。服を脱ぐのはあっちだよ。なんで？なんでって当たり前だろ。人前で肌見せようとするなんてな。まさかジョーちゃんはいつもああだったのかい？なわけねえだろ、デスピル病のせいだよ。琥珀、知識はあっても感情が全然足りないんだ。落ち込んでる場合か。そんな暇あったら琥珀のためにできることを一つでもたくさん考えろ。うん。さあ、嬢ちゃんたちが温泉使ってる間にテイトの話でも聞けねえか、あたりを回ってみようぜ。よう、村長さん。帝都のあたりでデスピル病が流行ってるって聞いたんだが。デスピル病ですと？めったなことは言わんでくだされ。もし人にでも聞かれたら、この村は…聞きたいのはこの村のことじゃなくて、帝都のデスピル病の話なんだけど。たとえよその話でも、毎日この村のことだと誤解でもされたら困るんですよ。この村でその話は一切しないでくだされ。いいですな。この村におかしなことなど何も起こっておらんのですよ。ちょっと話を聞きたいだけなのに。デスピル病が怖いからって
いくらなんでもありゃ様子がおかしいぞ。ああ、この村で何かあったのかもしれないな。あの、ごめんなさい。全部私が悪いんです。村の人たちを悪く思わないで。きっとあの子何か知ってるんだ。ちょっと話を聞いてみるか。サーシャさん、教えてよ。この村で一体何が起こったの？ごめんなさい。村の悪い噂は困るんです。ってことはつまり、悪い噂が立つようなことが起こったってこったな。それもデスピル病に関係のあることで。やっぱりそうなのか。ねえサーシャさん、俺たちある女の子を助ける手がかりが欲しいんだ。誰にも喋らないから教えてください。仕方ねえ、他を当たろう。ある夜、お風呂に入っていた私の中に流れ星のような光が飛び込んだの。それ以来私は人の視線が恥ずかしくて誰にも会えなくなってしまったんです。その恥じらいの病は村の人たちにも伝染して、みんな外に出られなくなってしまった。デスピル病だ。中には布団の中に引きこもり飢え死にしそうになる人まで出たんです。サーシャさん、教えてくれてありがとう。いいの、村の都合だけ考えて、あの恐ろしいデスピル病を隠すことこそ恥ずかしいと思うから。で、そのデスピル病はどうやって治したんだ？旅のバレイヤ教の騎士様が私のスピリアから不思議な光る石を取り出してくれたんです。それだけで村中の人がみんな治っちゃったの。結晶騎士がスピルーンを回収した？そいつはどこに行ったの？今、騎士様にはせめてものお礼に村の温泉に入ってもらってます。結晶騎士が村の温泉にだと？コアクたちが危ない。
間くん、ベリル、大変だ。おい、ここは女風呂。はわー、気持ちいいね、琥珀。うん、あったかい。ちょっと、湯船にタオルをつけるんじゃないよ。あう、すみません。あああんたは、その声は、もしかしてこの前の。うわわわわ、大変だ。じゃないよ、変態だ。うっそ、何こいつ、バカじゃないの。マジありえない。決勝騎士、琥珀のスピルーンを返せ。はあ、女湯を覗き見したケダモノが逆ギレた。いい度胸だね。それはごめんなさい。姉さんこそいい度胸してんな。今回はジョーちゃんを人質に取らせたりしねえぜ。ちょっとおっさん、声がでかい。隊長に聞こえちゃうでしょ。なるほど、誇りある決勝騎士が民間の総末会ごときに人質を取った上負けたというのか、ペリドット。決勝騎士の始め、帝都に戻ったら相応の罰を覚悟しろ。まあ、了解です、隊長。隊長、村を救った騎士はお前だったのか、カルセドニー。いつぞやの少年か。琥珀のスピルーン、返せ。すまないが、そういうわけにはいかない。このスピルーンとデスピリビオ、そしてセイヤの謎の流星事件の因果関係を確かめねばならないのだな。でも、それは琥珀のなんだ。お前たちも気づいているはずだ。このスピルーンは、あの魔物ゼロモを活発化させていると。それとも、その少女さえ回復すれば世界、デスピル病がどうなっても構わないというのか。それは隊長、どうせならこの娘ごと連行しちゃえばいいんじゃないですか。てめえら結局人質頼りか。そうだそうだ、この卑怯者め。いや、このスピルーンだけで十分だ。部下が卑怯な真似をした割に少女は見逃してやろう。してやろうだと？てめえ何様だ。そうはさせん。お兄ちゃん、教室間から緊急招集がかかったというのは随分長湯だな、バイロクス。申し訳ありません、隊長。ですが、軍への恣意目的の作戦に参加するなど気乗りがしません。若者、下された命令には従うのが騎士の務めだ。これより我が隊は急ぎ帝都エストレイガに帰還する。はっ。へい。ああ、もう 2,3 日温泉でのんびりしたかったな。待て。少年、不満ならいつでも切りかかってこい。だが、そんな未熟なスピリアで振るう相馬になど棒切れほどの力もないと知れ。たとえそうだとしても行かせるもんか。待て、シング。今決勝騎士3人相手にジョーちゃんを守りきれるのか。
ここでおめえが切りかかれば、ジョーちゃんに手出ししないといった言葉もどうなるか分かんねえぞ。せめて翡翠が目を覚ますまでこらえろ。少年、貴様が相馬を持つ限り、いずれ会うこともあるだろう。よし、心配ねえ。しばらくすれば目覚まさろ。そう、よかった。何がいいもんか。村の恩人の騎士様に切りかかるなんて、とんでもない乱暴者たちだ。この青年が目を覚ましたら、すぐに村を出て行ってくだされ。サーシャが余計な話をしたようだが、くれぐれも村の悪い噂をよそに流さんでくだされよ。なんだい、急に態度変えちゃって嫌な感じ。村長は貧しいこの村を温泉で豊かにしようとずっと頑張ってきた人なの。誰よりも村を愛してるから、あんなきつい言い方を。分かってる。俺たちも村に迷惑をかけるつもりはないよ。この村、冷たい水ない？ええ、村の裏手に冷たい清水の湧く泉があるわ。温泉と並ぶ村の名物なのよ。お兄ちゃん、頭冷たい方がいい。そうだね、泉のすぐカッとなるのぼせ頭を冷やすためにも泉に水を汲みに行こうよ。